ますかね。OSC 京都オンライン2020ですね。ご覧の皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。我々、福岡市の方でエンジニアカフェという、まあ、エンジニアを支援するための施設を運営しておりまして、私がそこでマネージャーをしております、寺本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日ですね、まあ、行政によるエンジニアのための支援、これまでとこれからというタイトルで、まあ、そのエンジニアカフェがどういうことをやってるのかっていうことであったりとか、あと、うちのコミュニティマネージャーである田中と、あとローリーに、ご覧してもらって、まあ、福岡のコミュニティが今こんな感じで盛り上がってるよといったことをお話しさせていただければなと思います。どうぞよろしくお願いします。で、まず初めにですね、エンジニアカフェについて、ちょっと施設のご紹介を簡単にさせていただきます。福岡はですね、今、エンジニアフレンドリーシティ福岡っていう取り組みがありまして、まあ、これがどういった取り組みかっていうと、福岡を、まあ、エンジニアが集まる、活躍する、成長する街にしていこうっていうところで、なんですかね、福岡のエンジニアさんたちでみんなで盛り上がっていこうぜっていうような取り組みを福岡市が主体となって行っておりますと。まあ、その中で、実際にじゃあエンジニアが集まって活動する場所があるといいよねっていうことが、エンジニアさん側の、方から声が上がって、じゃあそういう場所を作ろうというところでエンジニアカフェが、できました。で、まあ、そこがエンジニアカフェは福岡をエンジニア政権にしようっていうようなことを掲げながら、運営しています。エンジニアカフェの運営についてはですね、福岡市の施設になるんですけども、株式会社タイノーっていうところと NPO のアイプっていうところが、委託を受けて今運営しております。エンジニアカフェはですね、2019年8月に、オープンしたんですけども、この赤レンガ文化館っていうですね、まあ、築113年になる建物の中にございますと。まあ、かなり古い建物で、東京駅設計された方と同じ設計者の方が建てられた建物なんですけど、まずこの外観で皆さん驚かれますと。で、この中で、一部をまあお借りするような形で、我々エンジニアカフェを運営しています。で、そこで、まあ、エンジニアさんの皆さんと一緒に盛り上がっていくような活動をしていて、こうというところで、まあ、エンジニアエコシステムみたいなものを、このエンジニアカフェに作っていくっていうことを我々は目的として今、運営していて、まあ、具体的にはエンジニアさん個人であったりとか、エンジニアさん、エンジニアコミュニティの方々をサポートを行っています。で、エンジニアカフェのさっきの建物の中入ってもらうと、まあ、普段はコワーキングスペースとして運営しております。一番左上メインホールって言って、まあ、ちょっと広いお部屋でですね、20名ぐらいが入れるような、お部屋であったりとか、集中スペースって言って、ちょっとブースになってて、静かに作業ができるような場所であったりとか、あとメーカーズスペースっていうですね、ハブスペースでしてものづくりができるような部屋があったりとかします。いや、本当に、毎日たくさんの方にご利用いただいてるんですけども、もう、ほぼ週5とかでいらっしゃるような常連さんもいて、まあ、その方々とかがよくおっしゃってるのが、いろんな、席、椅子、テーブルがあるので、なんかその日の気分に合わせて、作業ができるので、なんか毎日来てても飽きないです、みたいな声はよくいただきました。で、我々このコワーキングスペースをただ単に、提供しているだけじゃなくて、まあ、いろんなファシリティっていうものも、ご用意させていただいております。まあ、例えば、レーザーカッターであったりとか、CNC フライスっていうですね、金属加工するような、機材であったり、3D プリンターとかっていうのがあるので、なんかこう、電子工作をしてみたい方であったりとか、ハードウェアのプロトタイプの製作に、活用できるような機材があったりとかもしますと。まあ、その他にもですね、まあ、360度の 8K のカメラであったりとか、なんだろうな、オキュラスクエスト2とか、VR ゴーグルっていうのがあったりとか、まあ、マインドストームって言って、ちょっとレゴみたいなやつで遊びながらプログラミングが学べるみたいな、そういうツールがあったりとかもするので、まあ、なんか利用者さんがこんなことやってみたいとか、こんなことを新しく学びたいっていう、言った声をなるべく実現できるように、ファシリティっていうのも、
それぞれできます。で、これらも、ただ単にこう、パッとお貸しするだけじゃなくて、コミュニティマネージャーっていうのがですね、毎日常駐しているので、まあ、そのコミュニティマネージャーが使い方なんかも、こう、サポートしながら、利用いただくことができます。で、今ちょっと話に出たコミュニティマネージャーなんですけど、今現状で8名、生徒が在籍しております。で、まあ、この中から毎日1人ないし2人がですね、現地に常駐していますと。で、いろんな相談対応なんかも行っているので、例えばエンジニアになりたいんだけどどうしたらいいかなっていうところであったりとか、なんかイベントやってみたいんだけどどうしたらいいですかとか、なんかこんなん作りたいんだけど何から始めたらいいですかみたいなところであったりとか、まあ実際にエンジニアさんがもっとスキルアップしたいんだけど、なんか、面白いことないかなとか、まあそういったような、様々な相談対応できるように、コミュニティマネージャーというものが毎日実習しています。その中から、田中とローリーが後ほどちょっとお話しさせていただきます。あとですね、コミュニティマネージャーっていうのとは別にですね、ハッカーサポーターっていう方々が、ご協力くださっておりまして、まあ、さっきのコミュニティマネージャーは常駐になるんですけど、このハッカーサポーターの方々は、まあ、非常勤みたいな形でですね、まあ、お仕事の都合がいい時とかに、ちょっとエンジニアカフェに顔を出してくれたりとかして、いろんな相談対応とか、スキルアップのための相談対応なんかを、してくださっておりますと。まあ、かなり福岡の方で第一線で活躍されている方々ばかりなのでですね、もうちょうど来週の土曜日とかに、左上に書かれている岡部さん、岡部孝太郎さんという方が AI のちょっと実践的なイベントをしていただけたりとか、まあ、他の方々も随時、なんか月1回とかぐらいのペースで、イベント立ったりしてくださったりとかもしています。で、今ちょっとイベントの話出たんですけど、エンジニアカフェでは、まあ、コワーキングスペースとして普段運営してるんですけども、イベント会場としても利用いただいていますと、まあ、エンジニアさんに向けたイベントですね、勉強会であったりとか、黙々会であったりとかっていうようなイベントをたくさん実施しております。まあ、今まで開会以来3年ぐらいでおよそ500回ぐらいか、オフライン、オンライン、いろいろな形のイベントを開催してきておりますと。で、このイベントは僕たちが主催でやる分もあるんですけども、まあ、コミュニティさんがイベント会場として場所をしてくださいということで持ち込みのイベントもございます。まあ、そういった時に、ただ場所貸しをするだけじゃなくて、その運営のサポートであったりとか、まあ、集客の手伝いなんかもさせていただいております。で、またですね、これから、コミュニティを始めてみたいとか、初めてイベントやるんだけどみたいな方の、サポートもさせていただいております。あと、館内ですね、カフェバーも併設しているので、まあなんか、気軽にコーヒーとかお酒とか飲みながら、交流いただけるようなスペースもございます。ちょっとざっと駆け足でのご説明なんですけども、まあ今の、まとめみたいな感じになるんですけど、まあ、コワーキングスペースとか、イベントの利用は基本的には利用料無料でお使いいただけます。公共施設になるので、まあ、図書館のような感じでですね、お使いいただけるかなと思います。さっきのカフェバーのところは、普通にお店になるので、ご注文いただく際はお金かかるんですけど、もうそれ以外の、コワーキングスペースの利用であったりとか、機材の利用であったりとか、まあ、コミュニティマネージャーへの相談であったりとかっていうのは無料で来ていただけます。で、館内フリー Wi-Fi、高速のフリー Wi-Fi であったりとか、各席に電源もございますので、まあ、エンジニアさんたちが快適に作業、お仕事などをしていただけるような環境をご準備していますと。あと、他にはですね、本を、エンジニアさん向けのですね、技術的な本とかを常設しているので、なんかこんなこと勉強したいなと思ったときは、ちょっと本を見ていただいたりとかもできます。ところですね。あと、まあ、さっき言ったような専門機材レンタルっていうのは、ファシリティですね。ご紹介させていただいたようなファシリティっていうのを置いてあったりとか、相談窓口の常駐っていうのをしております。
あと追加で少しだけご紹介になるんですけども、今エンジニアカフェっていうのは福岡市の天神で今、ご覧いただいたようにリアルな場所として運営しているんですけども、まあオンラインでも仮想エンジニアカフェみたいな感じで、ディスコード上にオンラインエンジニアカフェっていうのを開設しておりますと。これも大体コロナが来た時、オンラインでもやっぱ集まれる場所作ろうよっていうことでできたので、大体できてから2年ぐらいになるんですけども、まあ、この2年コツコツと運営してまいりまして、今だともう登録者が1000名を突破して、まあ、かなり、盛り上がってるような、オンラインコミュニティになりました。これ、まあ、ディスコードされてる方とかであれば、公開サーバー検索みたいなところでエンジニアカフェって入れていただくと、検索して出てくるかなと思いますので、よかったらこちらもご覧ください。あとですね、エンジニアカフェラボって言って、最近、去年、昨年度からなんですけど、エンジニアカフェ初の開発コミュニティということで、まあ、サークル活動みたいな感じですね、エンジニアカフェラボっていうものを始めましたと。で、昨年度がだいたい40名ぐらいの方が参加していただいて、今年度も今60名ぐらいの方が参加していただいて、とか、活動をスタートさせているんですけど、そちらも、まだまだ会員さん募集していて、ホームページなんかからご覧いただけるかなと思います。で、このエンジニアカフェラボではですね、まあ、みんなでアウトプット出していこうぜっていうのを目標にしていて、まあ、こんなことやりたい、あんなことやりたいっていうものを、みんなでワイワイ言いながら開発していくっていうような感じになります。以上がざっと、本当に簡単なエンジニアカフェの、施設の紹介になりますと。なんか、エンジニアカフェで検索していただいたら、いろいろ出てくると思うので、ホームページもご覧いただければなと思います。で、今、こうやってこう、施設のご紹介をさせていただいたんですけども、まあ、我々が運営しているとはいえ、あくまでこのエンジニアカフェっていう場所は、エンジニアさん個人であったりとか、コミュニティの方が中心となって、我々はその方々が、快適に過ごして、この場所を使って盛り上がっていけるように、そのサポートをさせていただいていますと。で、僕たちが、その、エンジニアカフェができた当初から大事にしていることとして、まあ、自分たちだけでやっていくんじゃなくて、実際にエンジニアさんであったりとか、エンジニアコミュニティさんたちと一緒にこの場所を盛り上げていくということを、大事にしながら、当初から、開発当初から運営していますと。なので、まあ、今日はですね、この後のお時間で11時45分まで、まあ、実際に福岡でどういったコミュニティさんがあるのかとか、実際どんなイベントがこのエンジニアカフェで、開催されているのかとか、なんかそういったコミュニティの盛り上がりみたいなものを、まあ、コミュニティマネージャーの田中とローリーを中心に、この後お話をさせていただきます。一旦共有停止します。ありがとうございます。はあ、ローリー来てくれましたね。すいません、お呼び立てして。い。あ、全然大丈夫ですね。はい。はい。結構、今回、何ですかね、この、OSC 京都に、登壇というか、こんな感じでセミナーを設けさせてもらったのは、結構京都も外国人の方が多かったりとかして、で、福岡の方もですね、外国人コミュニティ、まあ、ローリーがかなりですね、まあ、ファシリテートしてくれたりとかして、エンジニアカフェでも、ちょこちょこイベントをやってます。で、ハック福岡っていうコミュニティを立ててくれてて、で、ですね、あ、これ画面共有ちょっとしますね。ブラウザのものになるんですが、よいしょ。こうして、こうですかね。
こんな感じで、イベントをしてくれてます。エンジニアカフェ、先ほど申し上げたですね、メインホールっていうところの立ち机がまああるので、そこをこう円卓みたいな、円卓って四角なんですけど、みたいな感じで、こうセットアップして、さっき言ったこの360度カメラですね、もう真ん中に置いてですね、YouTube の方に360度配信を、まあ、したりとかしています。で、こんな感じで、まあ、外国人の方のって言ったんですけども、結構日本語話者の方も、来てくださったりとか、まあ、するので、割とバイリンガルなイベントにだんだんと近づいてきている感じです。最近だと、ですね。これか。パック福岡メイっていうイベントでやってました。コンパスなんかで申し込めるようにしているんですけど、何かこれ最近の写真とかってロリあったりとかしますか？おお、ちょっと写真はあまりないけど、ちょっとまあ、白福岡のこと、白福岡の関係があるイベントを少し話したらいいかなと思って、そうですね、まあ、白福岡の、まあ、一つの目標はですね、コミュニティの中心になるイベントがあったらいいなと思って、作りました。例えば、まあ、福岡に来たばっかりの人は、ちょっとイベントを参加したい、コミュニティに参加したいけど、何を参加したらいいかわからないという人が多いですね。で、まあ、ほとんど毎月ある、定期的にあるイベントだから、まあ、とりあえず白福岡に参加して、福岡で何があるか、どのコミュニティがあるか、ちょっと紹介して、まあ、その後、もうちょっと、まあ、専門性が高いイベントとか、まあ、そのつながりもできると思います。例えば、1年ぐらい前、初めて博福岡に参加した人が、デザインの方なんですけど、ちょっとデザイナーとソフトエンジニアの関係があるイベントをやりたくて、で、それが、デベロッパープラス、ちょっと画面共有できたら、少し、簡単なプレゼン。まあ、こういうデベロッパープラスデザイナーの、まあ、情報交換のイベントと配信はできて、これ過去のイベントですけど。で、まあ、エンジニアカフェのいいところはですね、割と小さい、まあ、参加者が少ないイベントも全然できますね。この前 GPU プログラミングのイベントがあって、まあ、CUDA とか Python とかを使って GPU を初めてプログラミングしてみようっていうテーマで、ちょっと専門が難しいかもしれないんですけど、まあ、ニーズがあれば3人でも4人でも全然いいですね。で、まあ、国際的なコミュニティで言うと、そうですね。エンジニアのための日本語のイベントも過去にあって、やっぱりその言語がちょっと壁になる人もいると思います。で、それちょっと超えるために、日本語のスキルアップができたらいいですね。そうですね。他には、白福岡以外たくさんイベントがあって、今週末も3つのイベントありますね。一人、博福岡によく参加して、ちょっとプログラミングの勉強ができて、で、そのスキルをみんなにシェアしたいから、イベント、まあ、初めてのイベントを開催する人もいます。そうですね。まあ、エンジニアカフェのメリットとか、共同のコミュニティが勉強できるのは、やっぱり、東京じゃないですね、福岡。それは一つのチャレンジですね。国際的なコミュニティ福岡にはあるけど、東京は山ほどあるからちょっと難しいですね。で、逆に、いろんなイベントがリモートとか配信とかハイブリッドとかになったら、福岡から参加しやすくなりました。東京は気軽に行けないと思うんですね。で、ちょっとオンライン参加ができて、いろんな面白いイベントを参加できたけど、それは多分今、今年来年、少し
なくなりますね。それちょっと残念だけど、まあ、自分 の, あの福岡のコミュニティもある程度 できて、そうですね、ハイブリッドのイベントをこっちでできたら、東京の人、海外の人も参加できるようにしたらいいですね。うん、今年になってから、特に、オンラインイベントみたいなのが結構オフラインでもこうまた始まり始めてて、はい、そうですね、そのオンラインイベントで学んだことをスキルとかをハイブリッドのイベント、うん、オフラインイベントで使えるようになりました。今の配信結構クオリティが高くなりました。で、VR、AR のイベントもよくこっちと、シアトルの方に同時開催ができて、多分1年、2年前、設定とかテックのセットアップ、配信のセットアップはちょっと難しすぎてできなかったけど、今は全然できます。まあ、それは一つなんですね、まあ、いいことですね。そうですね。おっしゃる通り、なんかその福岡から外のですね、東京とかあるいはこう関西とかのこのイベントに参加しやすくなったっていうのが、まあ、とてもコロナ禍では割と地方にとっては追い風だったんじゃないかってやっぱ思ってて、でかつなんかそこでできた縁とかがまたオフラインのイベントとかがこう始まり始めたので、なんか実際に会いに行けたりとかっていうのが、まあ、感染症またちょっと増えてるとは思うんですけど、まあ、これからちょっとできるのかなっていうのを期待しているところではありますね。逆に、福岡からこんな感じで発信することによって、福岡ってこういうところなんだっていうのを知ってもらって、逆に来てもらったりとかっていうのが、まあ、できればいいなと。そうですね。まあ、リモートワークがちょっと増えてきて、東京から福岡に、移住する人とか引っ越してくる人も増えた気がする。それは、まあ、日本の方も多いけど外国の方も、で、まあ、一つの、挑戦はですね、今海外から入国がちょっと厳しい人もまだいるので、コミュニティは、まあ、出て海外に行く人はいるけど、そのまた新しい人来るのがあんまりなくて、ちょっとまあ人が少なくなりました。まあその気がします。うん、では多分まあ来年とかまだたくさん来ると思うけど、少しまあその辺期待してますね。なんか留学生の人たちもようやく入ってこれるようになりましたよね、最近ですね。はい、そう、さっき話した日本語学校の今週ちょっと連絡があって、また留学生が増えたから、まあ、みんな一つのグループでちょっとエンジニアカフェ遊びに行きたいっていう人もいた。それはちょっとまあ最近珍しいですね。何にしてもその技術者の人たちのそのスキルアップを支えることもそうなんですけど、やっぱなんかこういう拠点があったりとかすると、最終的にはやっぱり OSSみたいなプロダクトが生まれたりってこういうことにつながっていくといいなっていうふうな期待をやっぱ込めたりとかするところはありますね。そうですね。このちょっと考えたことない分野とか、エンジニアの方とエンジニアじゃない方でも興味がある方は、同じイベント参加したら結構アイデアの交換がしやすくなると。横のつながりできるっていうのは本当に大切なことだなと思っていて、エンジニアカフェがやっぱ推進している、のは一つメーカーがあって、まあ、オープンソースの、機材とかをですね、使って、例えば NC 版、CNC だったりとかっていうのをこう組み立てたりとかして、メーカーズスペース、工作室なんかをこう設けているんですけども、まあ、そこで例えば、物を作る人、ハードを作る人と、まあ、ソフトを作る人っていうのが、まあ、結びついたりとか、っていうような、まあ、ミクスチャーがあれば嬉しいなってやっぱ思うこともありますね。そうですね。で、それが、まあ、企業とかになっても、商品になっても、
いいけど、まあ、オープンソースでまたリリースして、まあ、世界中の人が自由に使えたらいいですね。で、やっぱり英語で、まあ、YouTube とか GitHub とかで検索したら結構オープンソースのコンテンツが、まあ、山ほどあるけど、日本語の方でちょっと情報が少ない時もありますから、その辺の情報交換も大事だと思います。うん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 。で、やっぱりなんかその、どうしても日本人って、英語に対してのディスアドバンテージがやっぱりあったりとかすると思うので、そういう時に、海外の事情を知ってる人だったりとか、英語話者の人っていうのが近くにいたりとかするときに、なんか倒れたりとか、あるいはこちらから、自分たちの持っているプロダクトをこんな感じでっていうのをやっぱりこう提示したり、やっぱギブアンドテイクで、情報交換がやっぱできるっていうので、やっぱり人の多様性っていうのは大切なんだなっていうふうに思いますね。そうですね。やっぱり日本のソフトウェアの市場と海外のソフトウェアの市場、結構異なるところが多くて、経験がある人がこっちに来たらすごいメリットですね。うんうん、そうですね。なんかその、どうしてもその海外から日本にそのエンジニアの人たちが来たりとかするときには、どうしてもやっぱり一番東京が有名だから東京に行ったりとか、あるいはなんかその日本っぽさみたいなのを求めて、今回、イベントに参加させてもらってる京都が選ばれたりとかするんですけど、まあ、福岡っていうのがこう何番目に選ばれやすいかとかいうのを、なんかちょっと聞いてみたかった。なんでなんかみんな福岡を選んだのかなっていうのをいつか聞いてみたいなとか思ってるところではあるんですよね。ローリーはどういうモチベーションで福岡を選ばれたんですか？まあ、もともと福岡に来るきっかけはですね、まあ、大学の留学で、留学先が福岡なので、まあ、福岡に引っ越して、で、その後就職して、まあ、ずっと福岡って感じですね。でもやっぱり福岡、海外の、まあ、知名度がちょっと低くて、まあ、京都にも全然負けますね。わざわざ選ぶ人、まあ、個人のちょっとつながりとか関係があったら来ると思います。まあ、最近ちょっとエンジニアカフェの活動を見て福岡を選んだ人もいます。でやっぱり、まあ、YouTube とか配信のイベントができたら自分の町とか都市とかをちょっと PR ができて、すごくいいと思います。うんうん、最近なんか面白かったのはディスコード、エンジニアカフェのディスコードになんか書き込みがあって、今北京にいるんだけど今度福岡に行くんだけどアドバイス欲しいですみたいな書き込みがあって、そんなことあるんだって思っちゃいましたね。うんうんうん、何回も来るんですね。例えば去年、今年の最初の方かな、福岡に行く予定ですが、ビザとか他のことをいろいろ待ってるから来るタイミング全然わからないです。で多分まだ来てないけどちょこちょこ相談とか準備はしてる。あ、やっぱり福岡に行きたい人は結構福岡選んだりしますね。謎のオープンソース関係のなんか話だとですね、なんかその、それこそ英語の書き込みであったのが、なんか深センの事情がめっちゃ知りたいんだけど、なんか中国のプラットフォームにいきなり行くのがちょっとハードルが高いから、ちょっと日本のところでちょっと聞こうと思ったんだよね、みたいな書き込みとかがあって、そんなこともあるんだと思いましたね。そうですね。前もなんか深センって行かれてる方がなんかその話とかオープンソースカンファレンスの中でされてたのを思い出しながらですね、最近だとスイッチサイエンスとかの話が、うん、深センから流れてきたりとかしてて面白いなと思いながら見てるところですけどそうですね。まあもちろんですね、まあその外国人の方だけじゃなくて、まあ、いろんなところで、まあ、その既存のというか、まあ、広い、例えばプログラミング言語別のコミュニティとかもですね、まあ、福岡では、まあ、盛んだったりとかするので、ちょっとそういうののご紹介をしましょうかね。うんうん、共有できてますね。例えば、エンジニアカフェがなんかその参画してるですね、エンジニア
フレンドリーシティっていうのが、毎年エンジニアフレンドリーシティアワードっていうのを、まあ、行っていてですね。で、例えば、福岡市の、福岡市を中心とするですね、エンジニアだったりとか、の、ものづくりのコミュニティだったりとかっていうのに、がこうやってノミネートされて、例えば、XR 部、福岡で XR についてですね、検査されている方だったりとか、ね。あとは、そうですね。アプリチャレンジキャラバン、ハッカソンとかされてる団体さんだったりとか。あるいは、そうですね。この時、なんか最初の段階だと、ハック福岡も走り始めだったので、ハック福岡も、候補に入ってたりとか前はしたんですけども、また、で、こんな感じで、毎年表彰をしているので、まあ、いろんなコミュニティさんが、まあ、あります。で、例えば、それこそ殿堂入りじゃないけど、一番最初の、エンジニアフレンドリーシティアワードで、その対象になった福岡ルビーさんとかは、まあ、毎週ですね、まあ、エンジニアカフェのこの外観のですね、ロゴというか、写真を使ってくださってるんですけど、もうまたオフラインでちょこちょこ始めてて、ハイブリッドでやれたらいいね、みたいな話を、まあ、してるとこではあります。で、ここ、福岡ルビーさんとか特になんか OSS のコントリビューターの方とかが多く在籍されているので、ぜひぜひ使っていただいて、こちらもですね、できることは、支援していきたいなっていう所存ではあるんですけど、福岡ルビーさんも、自分も結構遊びに行ってるんですが、半分ぐらい東京からの参加者に、このコロナ禍になってですね、参加者がかなり増えてですね、半分くらい東京から参加されてるっていう話で、物理福岡の人たちの方が最近は少なくなってきてるぐらいですけど、まあそれも一つなんかその、ウィズコロナだったりとかっていうのの流れで面白いのかなっていうふうに、まあ、思ってます。で、これ自分も関わってるプロダクトなんですけど、最近はまあそのハック福岡とかの他のコミュニティさんとかと、まあに続いてですね、まあ、コードフォージャパンの福岡ブランチの方と、あと、その OSM のオープンストリートマップのコミュニティで、まあ、マッピングパーティーを福岡でちょこちょこ始めてたりします。福岡中心部が、天神ビッグバンっていう、その、プロジェクトの中でビルの建て替えとかがとても行われているので、そのなんか変わりゆく街とかをですね、まあ、オープンデータとしてこうまとめていけたらっていうような、まあ、取り組みで、まあやっていますので、ぜひぜひ、来ていただければと思います。で、今回、イベントですね、参加させてもらってる、この京都はですね、めちゃくちゃですね、オープンストリートマップジャパンの活動が、盛んでですね、僕もちょこちょこ遊びに行ってます。で、京都特にやっぱお寺さんだったりとか、神社だったりとかっていうのが多いので、そういうところを中心にマッピングをなんかされてたりとかするみたいで、サーベイってやつですね。現地で、こう、こういうのが新しく、その地物としてありましたよっていうのをデータに残したりとかする作業とかをされてるんで、ですね、今回、京都からご視聴の方、あるいは関西からですね、ご視聴の方とかは、ぜひぜひ、オープンストリートマップの活動にですね、行かれるといいんじゃないかなと思います。あるいは福岡にお住まいの方とか、福岡に遊びに、ちょうど遊びに来られる方とかは、僕らのマッピングパーティーにですね、参加していただければと思います。っていう、ちょっと宣伝になっちゃうんですけども。はい。で、なんか、福岡も結構、もともと、こういうマップだったりとか、マップに関わるですね、まあ、オープンソース、オープンデータっていうのの活動の、がずっとまあ行われてきてて、今年は、国土交通省がまあ主催するなんかプラトーハックチャレンジっていうのがエンジニアカフェで、9月に行われる模様です。ちょっともうちょっと宣伝していかなきゃいけないんですけど、プラトー、こちらですね。プラトーネクストっていうイベントの一環で、こういうなんか、特に東京都23区のですね、データが有名ではあるんですけど、こちらのデータを使ったハッカソンを、まあ、全国規模で行っていって、で全国順繰りこう回る中で福岡も、やりますということで、イベント9月17日に企画してますので、興味あられる方はぜひ見られてください。で、8月の頭にはハッカソンが、
ハッカスンじゃないですね、ハンズオンが、予定されてますので、こちらも合わせてですね、ご覧いただければと思います。でこんな感じで、なんかオープンソース活動とですね、ソフトウェアの活動と、まあ、並べてオープンデータの活動なんかもしていけたらな、っていうふうにちょっと考えているところではあります。はい、こんな感じですかね。そうですね。あ、このあと10分ぐらいなので、ちょっと忘れないうちに、告知なんですけども、これはちょっとエンジニアフレンドリーシティから、福岡から言えと言われてるあれですけど、エンジニアドリブンデイっていう、開発コンテストがですね、エンジニアフレンドリーシティ主体で、来月行われる予定になってます。ハッカソンイベントになります。で、なんか結構いろんなところがですね、バックアップしてくれてます。ホスティングやってるところだったりとか、あるいは教育サービスをされてる、エンジニアの教育サービスをされてるところだったりとか、あるいはハッカソンなんかを中心にやってるところだったりとか、あるいは、アウトプットのなんか、こういうの作ったよっていうのを載せる媒体を作ってる、場所だったりとか、場所というかサービスさんだったりとかっていうのがエンジニアカフェとともにですね、バックアップをしてくれるようなハッカソンがありますので、こちらエンジニアドリブンデイで探していただければと思います。エンジニアカフェでのサポートがちょこちょこあります。メンタリングとかもしていますので、まあ、来月から本格始動しますので、興味ある方はこちら放送見られた方、ぜひですね、福岡にお住まいの方じゃなくて、福岡にゆかりのある方ですね、福岡出身だよとか、あるいは、福岡に前住んでたとか、あるいは福岡にどうしてもこれから行って、エンジニアとして活動したいんだっていう方がですね、参加していただければ嬉しいなっていうようなハッカソンになってますので、ぜひ参加を検討ください。はい、という宣伝です。で、まあ、こんな感じでエンジニアカフェを中心にですね、福岡のコミュニティっていうのが、まあ、ちょこちょこと盛り上がりつつあるので、ぜひ支援していきたいなっていう感じです。で、福岡にお越しの際はですね、あ、今日こんなイベントがやってるんだっていうのが、まあ、エンジニアカフェの、ですね、イベントページなどからも見れますので、あ、今日こんなんやってるんだったら参加しようかなって、出張に来てフラッと参加されたりとかしても嬉しいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。という感じです。よいしょ。一旦共有停止しますね。はい。そうですね。やっぱりなんか、もっとエンジニアの人口増えてほしいなって思うところはありですね。なんか、かつ、オープンソースの、オープンソースプロダクトがどんどんできてくるような支援とかをしたいっていうのも、まあ、お気持ちとしてありですね、今回は。参加してたんですけども、せっかくなので、宮原さんとか、今回聞いておられると思うので、アドバイスとかあれば嬉しいなと思うんですけど。Uターンの若者とか、あるいは都会で経験積んできた人とかが戻ってくるパターンとかって、どれぐらいの感触なんですかね。そうですね。なんか新しく起業されるパターンとかで、なんか、エンジニアカフェの姉妹施設としてスタートアップカフェっていうところでですね、例えば税理士さんに相談ができたり、行政書士さんに相談ができたりっていうような施設、無料で30分相談ができますみたいなのがあるんですけど、まあ、そちらでなんか起業をされたりとかですね、そこの起業ブース、起業した方用の入居ブースみたいなのがあるので、そこで、新しく、もともと東京でエンジニアされてた方が事業始められたりとかっていうパターンがぼちぼちあります。年に50例ずつぐらい多分あるはずです、ね。結構そういう時って、例えばそのビジネス的なアイデアというか、こう実行するっていう時に、はい、ウェブサイト作ってほしいですとか、はい、あとまあ EC サイト作ってほしいですとかっていうのが、そのお願いできる人がやっぱり身近にいてくれると、すごくやりやすいっていう、こうなんか性のスパイラルがあったりとか。はい、で、こう、エンジニアとして、その、例えば福岡で仕事を、ね、生活しながら仕事したいみたいな時に、またそういう仕事があるっていう。はい、で、マッチングできるから、そのエンジニアも移住できるし、その福岡で生活できるし、みたいな。あ、そういう意味ではいいですね。その企業支援みたいなのが。
私は、ご存知の通り、長崎県南島原市で、いろいろやろうとはしてるんですけど、そこのスパイラルがなかなか回らない感じなんですよね。なんとなく、その、地域として課題というか、ニーズはありそうなんだけども、それをビジネスとしてまとめてきて、案件化して、で、それをできれば地域にいるエンジニアの人にお仕事としてやってもらいたいっていうのは、絵図は見えてるんだけど、なかなか回せない、ね、鶏卵的な感じがあるので。小規模なものとしては、やっぱりエンジニアカフェのそのカフェ才能なんかを使っていただいたりとか、はい、あるいは、ポルトコーヒー、大名小学校跡地のポルトコーヒー、はい、アワバーを使っていただいて、なんかエンジニアさん、技術を持ってる人とビジネスやりたい人っていうのが、なんか緩くマッチングするみたいなのっていうのは、はい、まあ、なんかカウントしてないまでも、まあ結構な事例あると思うんですけども、まあ、そういうのをなんか大きくやるときにどうしたらいいかみたいなのは、まあ常々検討してるとこではありますね。あまりにもビジネス色が強くなってしまったりとかすると、どうしても技術屋さんはなんかヘキヘキしてしまったりっていうパターンがあったりとかもすると思います。ビジネスをしたい人たちが、その、なんか技術にタッチするときに誰に話したらいいのかっていうのも、なかなかビジネスサイドからも見えなかったりとかすると思うので、まあ、そこはなんかやっぱり行政に近い位置にいる我々がやっぱこう、あれいろいろ手助けできたらなっていうふうには、まあ思ってますね。ですね。あとすべて、本当にどうでもいい素朴な質問なんですけど、ローリーさん最初福岡に留学っておっしゃってたんですけど、なんで福岡に留学してきたんだろうっていう。あ、まあ簡単に言うと、受かったところですね。あ、なるほど。他にもいくつか日本のどこか留学したいと思ってたんですか？まあ、ちょっと話が長くなるかもしれないですね。ちょっともう一つの言語をちょっと勉強した方がいいかなと思って、自然の方ですね。で、まあ、大学終わるタイミングで留学申し込んで、多分そのタイミングで、2011年なので、まあ、日本に来る人がちょっと少なくなって、うん、まあ、すぐ受かって、まあ、福岡にしようかなと。完全な理由なんですけど。なるほど。はい、でも、ね、まあ、今ちょっとね、留学来づらい状況になってるけども、なんかもっと留学生とかも。で、僕もやっぱこういうことをいろいろやってると、その地域にやっぱりエンジニアコミュニティがあるかどうか、すごく気にされる傾向強くなってるみたいなんですよね。で、さっきの写真で見せていただいた、こうちょっととにかくまずそれこそ日本語じゃなくても話ができる、コミュニティがまずあってからの、そこからまたその個別のところに入っていけるみたいな、ああいうステップバイステップでコミュニティに溶け込んでいける体制整ってるのってすごいいいなって思いながら聞いてました。あと真ん中にシータが置いてあるのがちょっと気になってました。それはどうでもいいです。でも感じすごくいいなって思いました。で、ああいう場がね、ちゃんとその拠点として、僕もたまに行った時使わせていただいてて、やっぱこういう居場所があるといいなってすごく思いますよね。あそこにすぐ横に駐車場があるんで、パッと、そうですね、これですね、いう感じで、こう、パッと、じゃあいつものあそこみたいな感じで。集まっていろいろとやり取りできるっていうのはなんかすごく羨ましい感じですね。ありがとうございます。いい感じにまとめていただいて東京ね、意外とこういうのあるようでないんですよね。優勝でこうなんか あったりするんですけど、こうなんか結構みんないつものあそこみたいな雰囲気の場所って実はなかったりするんですよね。で、神田のところに3331ってあったんですけど、どうもクローズすることになってしまったみたいで、旧小学校を再利用していたところで、私も何度か行ったことあるんですけども、クローズになることになっちゃったらしいんで、ちょっともったいないなと。もしかしたらなんか別の事業者さんが何かやるのかもしれないんですけども、東京意外とそこ弱いんですよね。はい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 。だから企業さんがまあ貸してくれるみたいな。パターンが多くて、それはそれでいいんですけど、なかなかなんか、セキュリティがめちゃめちゃ厳しくて、やっぱ入るの大変とか、東京のコミュニティ活動でやっぱり、場所が意外と不便ですね。
なんかコワーキングにも使えるし、その、イベントスペースとしても使えるみたいな場所って割と貴重なんだなっていうのを、うん、初めて思いましたね。東京は特に今やっぱりリモートワークとか、まあ、コロナになる前からもう少し、企業さんがコワーキングスペース提供して、で、インキュベーションとセットにするパターンとか、まあ、出てきてるんですが、やっぱ企業なんですよね。だから、その以前のところとか、その、ノンプロフィットなところでの活動がちょっと難しいなっていうのはありましたね。なるほどですね。いや、なんかぜひ今回、イベントで参加させてもらってる京都にもこういう施設ができたらいいなって、ぼんやり考えてるんですけどね。いや、エンジニアフレンドリーシティの取り組みって、だいぶいい感じになってきたので、ぜひ、他の地域の OSC にもどんどん出てきていただいて、どうや、福岡こんな頑張っとるで、お前らもやったらええやん、みたいな感じで、こう、どんどんと、普及していただけるとすごくいいなと思ってます。ありがとうございます。そう言っていただけると、次回も遊びに来させてもらうモチベーションになるので、はい、ありがたいです、ね。という感じで時間ですね。最後なんか私が巻き取っちゃいましたけど。あります。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ以上で、なんかすみません、なんか最後私が発想になっちゃいましたけど、エンジニアフレンドリーシティ福岡の取り組みということで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。無理も忙しい中ありがとうございます。どうも。